こんにちは、普通のサラリーマンです。本日はコメントいただいた内容に対してちょっとお答えしていきたいと思います。詳しい手順に関してはちょっと他の動画であげるので、大まかな流れに関してお話をいたします。そのいただいたコメントっていうのが、内張り剥がしとか、いつも参考にさせていただいております。非常に参考になります。参考にしていただきありがとうございます。リア室内、2室の内張りは剥がせるのでしょうか？リアハッチ側テールランプからボディ側のテールランプに電線を引き回したいですというコメントをいただきました。ちょっと画角が狭くて申し訳ないんですけど、結論を先に述べさせていただくと、ちょっと大変ですけど、できないことはないかなっていうような形ですね。テールランプ、テールランプにアクセスしまして、この辺から配線引っ張るんですかね。配線引っ張りまして、こちら、通しまして、グリメットですね。グリメットから車内に引き込みます。で、この裏側ツーッと入れてあげて、この辺ですかね。このシートベルトの裏側に、ここが来ますので、ここから外に出してあげて、後ろのテールランプがあるところまで配線を引っ張ることができます。他の動画でちょっとここの外し方、あと、ここの動画の外し方は過去に上げてますので参考にしていただけると良いと思います。それでは本日はテールランプからボディ内のテールランプまでアクセスできるかどうかのお話でした。それでは本日は最後までご視聴ありがとうございました。